で、さっきのね、164号のところにまだ戻っていって、そこから24号に乗ったら、そのまままた名阪国道の方に行きますんで、そういうルートでね、行ってみようと思います。まあ、ここからは、まあ、一回休憩挟んで、一気に、戻っていこうと思いますよ。よし。では、行ってみましょう。まあ、ちなみに駐車券はね、あの、四日市成田とかと違って、あ、もう、あの、フリーパス扱い。らしいです。ですので、特にあのお買い物したからあの駐車券に無料処理をしてくださいとかそういうのはなくて、別にあの変な極端な話、買い物してなくても、無料で2時間止めれますよっていう、構想らしいです。まあね、ね、そういうね、ありがたいことしてくれてますんで、まあね、ちょっとね、あのお迎えがては、まあ、ちょっとね、買い物とかでもね、気軽にだから1000円以上とか買わないといけないとかそういうのがないですからね。ね、気軽に寄れるっていうのはね、いいですよね。そして、あ、これもええやんって買っててくれたら、それで単価も上がるしっていうので、まあ、機械獲得という意味では、あ、いい取り込みやなと思うわけです。ですから、これもそのまま特に何も処理してなくてね、このまま通せばいけるみたいですと。しかし、やっちゃいましたね。だいぶそう、あそこ、さっきのね、田中屋さんで、ニンニクチップがね、あったんですよね。ニンニクチップドカッと入れて、あげくの果てにスープ飲み干しちゃいましたからね。やっちゃいましたね、これは。まあ体からあふれるニンニク臭。取れてない。このマック面白いですね。なんかこんな感じであれになってるんですね。下から入ってて、下から出てってて、だいぶ水位が残って、上が食べるところになってるんですね。へー。キノコの傘みたいな構造なんですね。どこから取れてなかったかな。もうね、柏原市に入ってます。びっくりだ。よくもまあ奇跡的にこのタイミングでそういうことが起こるな。で、あ、これはもしかして、あー、お、よかった、間に合った、間に合った。で、これ24号もこれバイパス化できて作ってるんですね。これできたらまただいぶ楽になりますよ。これ何、アクロプラ、アクロスプラザ、いろいろ入ってるみたい。業務スーパーなんだ、すげえ。あのおしゃれな感じで業務スーパーなんだ。まあ業務スーパーに失礼かもしれませんけどね。トライアルと業務スーパーと温泉道は あまりそういう姿が想像つかない。なんだなんだなんだ、なんかおかしい。なんだ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 、工事、あ、事故、事故か。発煙筒焚いてるな。あ、これ発煙筒ですね。あ、人工発煙筒だ。これこれ単独か。ああ、通りで詰まっとったわけですね。おお、混んでるな。あそこを過ぎてもダメなんだ。なんだなんだなんだ。時間帯的に混む時間ではありますからね。そう、あ、ちなみにね、今ね、24号からね、そのまま天理の方面に入ってって、あれね、25号の明白国道で街道ということでね、やっておりますよと、いうことで、あれ、商品の話してた、トラリエの話してたところは取れてるような、大丈夫だよな、あれで途中で一回止めたのか、あれ出発するときに押して間違えて止めたのか、で、そうそうそう、
で出てってねっていうところでございまして、でそっか今充電しながらだから自動でプルルンって切れないからね。ああそっか、これはしまったな。軽縄道乗っちゃってもええのかな。軽縄道はこれは無料のはずですからね。一回進み出したら早いですかね。確か京奈和からだと直接名阪国道に行けないですよ。西名阪から経由しないといけないですからね。だったらもう24号で確か行っちゃってもいい気がするな。それで田原本駅だったりもうちょっと前でだいぶ北の方なんですね。平畑の方は当たりまでもずっと行かんと飽きませんからね。あすごい名前ですね。国保中央病院、社保では受け付けしてくれないんでしょうかね。道路が三層構造ですよ、ここから。でこれで三宅町ですね。この辺り結構細かい町がいっぱいありますからね。近鉄だと岩見駅か、その辺りか。いやあのスープ全部飲んじゃいましたからね、ラーメンの。喉乾くる。でもね、あれでしょうね、3万2000にプラス今日も多分1万以上歩いてますから、4万歩以上ね歩いてたと思うんですよ。そのせいかね、汗ね、もうあの炎天下だから続いてましたから相当汗かきましたからね。多分ね塩分はかなり体が欲してたんでしょうね。すんなり飲みましたからね。まああのスープがあのそんな本当に癖なくてね、あの飲みやすかったっていうのもあると思いますけど。へー、道の駅 ST カラコ道の駅ね、これね、道の駅レスティ、レスティカラコカギ、カラコカギ遺跡っていう遺跡があるんだね。でここは三河なんだ。もう伊勢通り越して三河にまで来ちゃいましたよ。で天理はまだやっぱこっちの方がいいんでしょうね。あ、ここまで来いで別に乗ったらよかったんだな、うん。これで天理市入りましたよ。でこれで、湯崎駅でこれ曲がってたらいいんですね。はあ、はあはあ。じゃあ高速の偉大さんもかよく分かる一日でしたね。でもおかげで下道のいろんなところ入りましたからね、うん、時間はかかってますけど多分高速だったら余裕でついてるだろうな、もう家に。あこれで長田運動公園とかってよく行ったらいけませんから。あー王子町、あ、これおじちょ、おじちょって思うんだ。
やかんやってもう5時50分ですからね。ああ。名阪聞くまでに外部ダウンされてダウン取られてますけど大丈夫かよ、これ。最近そういう流行りなんですかね。なんか健康ランド、健康ランド、やべ、健康ランドか。やべえな、健康ランドの響き弱いな、今。で、出た。ジャパンっすよ。これ、天理ジャパンっすね。やっぱ、このジャパン見ると、大阪かな。大阪って近く、この発想に至らんだろう。さ、で、針まで22キロ。分かってるよね。人は結局どこまでとりあえず目指そうとするか。そう、針ですよね。お、出た。サイカラーメンね。そうですよね、あらといえ、天理といえばね、最下ですからね、最下ラーメン。来ますね、やっぱ。警備員さんも出てましたもんね、さすがですね。この時間で、でも大阪6時前だから、まあ夕飯の時に帰ってきてるっちゃ入ってきてるのか。メガドンキー、オープンの真向かいってまたすごい出てきてですね。ドン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 キードンキーホーテーやね。さあとか一回はなんか針出たのそうだな、これ白いやつだし。いやー、やっと三重県の地名出ましたね。伊賀出ましたね。いやいやいや、やっぱ下道だと遠いな。お、ここも誠屋さん、結構誠屋さんあるんだね。へえ。もしかしたら今どん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 増えとるのかな。それとも俺がたまたま知らなかっただけか。これ JR かな。万葉マホロパ線なんかですよね、この筋跡。JR、天理駅ですね。これで横が天理駅と、横からずっとちょっと行ったところがね、天理駅ですよっていうことで、これで丹波駅長、そう、丹波市とはまた全く別のね、天理市にある丹波駅長ね。で、このまますぐ行ったれば、あれですよね、多分天理教のあの本部のあるあたりからスーッと入っていける道になると思います。そうですね、河原城址、鎌原城址、天理葬儀所、あ、そっか、
装備の仕方もやっぱ違うんでしょうね、天理町は。これだいそうですね、天理町の建物が出てきて、天理東インターね、天理東から乗ったれば、それが一番手前でね、福住のインターだとあれか、オメガカーブを避けれるのか。でこれ天理教の本部のところだ、やっぱりいつ見てもでかいわここね。本当にね、天理教の本部もうこの辺り一体全部あの関連の施設ですからね、全然下手な大学よりでかいですから、まあ、だって中にも大学を持ってますもんね。大学も確かこの復帯付近にあるんですよね、あの高校、天理高校とか天理大学とかもね。すごいな。で天理東インターからはよう乗ってますし、ちょっとあのオメガカーブを避けることも考えて、福住インターから乗りましょうか。時間もかかるし、オメガカーブで行こう。全然あっちまであれからで下向きで撮ったら20分ぐらい変わりますから ね、もうだいぶロスしてますからね。もう6時回ってますからね。いや、ずっと使っちゃいましょう。これずっと走ったそのまま確かインターにずっと入ってますよね。よいしょ。でこれでそう、こっから、名古屋方面に行かなかったからもうこんな感じで、あのどっかからインターに入りますじゃなくて、もう自然とそのままインターってね。で名古屋方面こっちから、大阪方面行ったら大変や。よし、こういう構造なんです。で間違って走ってしまったってなっても、まあどうせ無料の道路ですからね。原付とかだとちょっと行けないかな。原付はね無理ですからね、この道路。よいしょ。